だよ。みんなね、今日からとか、かわいいねとか言ってた。店長さんも、たまきくん明るくていいねって言ってたし。レイディ、来たよ。じゃあ、たまちゃん、また後で。でね、加藤さんってコックさん、頭弱えてるんだけど、店長さん見たくつるってなっちゃうかもって前心配だ。たまきさん、始業のベルは鳴り終わってます。席についてください。ふみゃーい。先日の小テストは平均62点、最高94点でした。以前も話しましたが、中間テストで平均点の半分に満たなかった人は追試を行います。中間テストと期末テスト両方で平均点を満たせなかった場合、夏休み中補習を受けてもらうことになります。では名前を呼ばれた順にテストを受け取りに来てください。井上さん、上田さん、大谷さん、小笠原さん、小川さん。玉木さん。はーい。キキ。玉木さん、あなた。ん？もういいわ。席に戻って。ん？レデーに意地悪された。タマちゃん、テストどうだった？チームは？恥ずかしい。あのね、37点。ふーん。あ、はるかちゃんなんて？うん、94点。ちゃんすごいね。たまちゃん、はるかちゃんすごいよね。はるさんも意地悪だ。たまちゃん何点だったの？近いより悪い？チム、聞きたい？聞きたい聞きたい。ねえ、はるかちゃんも聞きたいよね。私は別に。そんなに教えてほしい？欲しい欲しい。私は知りたくないけど。教えてほしい？すっごーく聞きたい。ねえ、はるかちゃんも聞きたいって。いや、だから私は。キキ、発表しまーす。マイは、7点でした。ノーフューチャーって感じだな。だーって前悪くないもんね。抜き打ちだから仕方ないもんね。タマちゃん、追試とか補習とかなっちゃったらバイト大丈夫？なんで？おばさん許してくれる？
けど前頭悪いかんな。そう思ったら勉強しろ。だって勉強嫌いだもん。あのね、前だってね、時々お家で教科書とか見るもんね。でも全然わかんないからやめちゃうんだもん。たまちゃん、それかっこ悪いよ。え、そっかな。そうでもないと思うけど。たまちゃん、バイト頑張ってね。うん、頑張るかもしんない。あとね、あとね、迎え来てね。あのさ、時間作ってくんない？地下にちょっと話したいって。はるかちゃん、そんな大げさじゃないから。何遠慮してんだよ。話したいことあるんだろ？そうなんだけど。じゃあちょっと場所変えよっか。ほら、話しなよ。あのね、たまちゃんなんだけど、補習とか追試ならいいんだけど、留年とかしちゃったら、やだなとか思って。なんかね、授業全然わかんなくなっちゃったみたいなの。でも、たまちゃんってあんまり自分から頑張ったりしないでしょ？絶対しない。だから、たまちゃんにね、勉強教えてあげてほしいなって。バイトのない日とか、放課後ちょっととかなら平気かなって。それならたまちゃん、きっと言うこと聞くと思うし。っていうか、あんたの言うことしか聞かないしね。だから、ちょっと考えてくれないかな。たまちゃん、よろしくお願いね。子供じゃないんだから
たまに言いたくないことだってあるだろう。まあいい、かわいそう。だからジム、アイス食べ行こう。うん、いいけど、はるかちゃんは？地下が行くんなら付き合うけど。心配しないで。なんで私まで付き合わされなきゃなんないんだよ。あ、これってあれだろ、見たことある俺。え、どこで？自転車通学だもんな、お前。電車で見た、間違いない。寺川は見たことあるだろ。あるある。 G だよこれ。すっげえとこ取られてんの。 G って G カップとかありそうじゃん。ゲ、垂れてそう。いや、見たことないからそう言うけど、すごいんだって。あ、お前も電車だろ。 G 知ってる？でもさ、こういう写真撮られる女ってちょっと緩いんじゃないかな。あ、でも俺そういう方がグッとくるけど。
の？だって急にこりゃそこの娘、お主には黒い影が見えるとか言うんだよ。びっくりするじゃない。誰のこととか思ってたら、ここに座るのじゃとか言って腕とか掴むの。でね、あれれ変だなって思ってたら、お経始まっちゃったんだもん。私どうしようかと思っちゃった。でね、誰も助けてくれないのよ。みんなジロジロ見てるだけ。すっごく恥ずかしかった。分かってたんだけど、そういうのってほらタイミングが難しいじゃない。うまく言わないと怒られちゃったりするし、それにさ、さっきのおばさん怖かったんだよ。すぐこりゃって怒るんだもん。もういいですとか言えないよ、なかなか。でもね、助けに来てくれて嬉しかったな。一人だったらきっと足しびれちゃって逃げられなかったと思うんだ。そんなことになっちゃったら、私連れてかれちゃって、滝に打たれたり焚き火の上歩かされたりしたかもしれない。だからボディーガード合格だよね。君だったら私の王子様見つけてくれるよね、きっと。そんなこと言うんだろうなって思ってました。残念でした。王子様候補はね、もう見つけてあるんです。あのね、バカにしちゃダメなのよ。大人はね、いろいろ考えてるんだから。今日だってね、王子様探しって思ったから、ちゃんと王子様見積もり表作ってたのよ、仕事中。カオル子さんにバレそうになったけど、うまくごまかしたし。王子様はね、4つの条件を満たさなきゃダメなわけ。まず強いこと。強くないと悪いやつにやられちゃうもんね。でね、次にね、私のことが好きでしょ。それから私の身近にいるわけよね。でねでね、最後は優しいなの、絶対。ねえねえ、これなら王子様でしょ。それでじっくり考えてみたの。私の周りで王子様っぽいのって誰かなって。何人か、あ、もしかしてこの人そうかもって思い当たる人がいたから、君がね、それとなく聞いてみてくれるとわかると思うんだ。うん、そうだけど。思ってたの。あのね、同期のゆきちゃんがね、ひどいんだよ。私のパソコンにいたずらすんの。今日だってさ、せっかく作った発注書に落書きして保存するし、この前もね、ちょっとお客さんにお茶出して戻ってきたら、デスクトップのね、ゴミ箱の蓋が開かなくなっちゃってるんだもん。開けるのに2時間もかかっちゃったんだ。ひどいよね。ねえ、ゆきちゃんっていっつもそうなんだもん。合コンとか誘ってくれるんだけど、私とカオル子さんにね、胸大きく開いた服着てこいって言うんだよ。別にね、何着てってもいいのにね。
ゆきちゃんがそう言うから私はそういうの着てくんだ。でもね、カオル子さんはね、着てきたり着てこなかったりすんのよ。ああいうのって一人だと恥ずかしいよ。男の人って見るじゃない、なんかね、いろんなところからジロジロって。あとね、あとね、ほらお酒飲むとちょっとはしゃいじゃったりするでしょ。そういう時がね、危険なのよ。そういう服ってね、油断するとね、芸能人水着大会みたいになっちゃうのね。危ない危ないって感じ。あ、そうそう、カオル子さんっているって言ったじゃない。そうなの。それがね、カオル子さんってね、ちょっと変わってるのね。着てる服ゴスロリばっかりだしね。あ、ゴスロリってね、悪魔のアリスって感じなんだけど、ちょっと怖い。だってカオル子さん私よりずっと年上だもん。ロリータ似合っちゃうって絶対おかしいもんね。それがね、わかんないの。20代じゃないと思うけど。でね、コスプレって知ってる？好きなアニメの格好とかするやつ。カオル子さん、そういうののマニアなの。今朝もね、更衣室でびっくりした。カオル子さんね、服の下にね、水着みたいの着ててね、尻尾とかついてるの。ゆきちゃんもいたんだけど、二人ともびっくりしちゃって。だってすっごく変なんだもん。そしたらね、ゆきちゃんがさ、まる、聞いてみろよって言うのよ。ゆきちゃん、自分で聞けばいいじゃない。やだよ、怖いもん。だからさ、仕方ないから聞いてみたのね。カオル子さん、その服何？まあ、これはですね、次の日曜日に後楽園でイベントがありますの。ですから馴染んでおこうかと思って着てきたんですわ。どうでしょう、似合ってますかしら。似合ってるけど尻尾ついてる。まあ、まるちゃんはサンズオブリバティってネットゲームご存知ありません？ご存知ありません。あのですね、これは偽りのマステマ族といって、干渉地帯の方々を混沌側へ導く種族ですの。もちろん簡単じゃありませんから、嘘をついたり誘惑したり、時には罠にはめたりもしますわ。私も、あ、ハンドルネームはネストなんですけれど、向こうの方々には裏切りネストって知られてるみたいで。でも本当は裏切りじゃないんですのよ。誰も経歴を見破れなかっただけなんですから。おかげでフィールドの占拠率が 7% になりましたの、私と妹たちだけで。はあ。それを今度のイベントでお祝いしようと思ってるんですけれど、そこに前の漁師で幽閉されているレオさんや、私を付け狙っているナイトのピピルちゃんさんもいらっしゃるそうなんですね。皆さんちゃんとコスプレしてくださる方々ですから、すごく楽しみで。あと今回はカメコの規制が緩和されたそうですから、とっても賑やかなイベントになりそうですし、私もそこで妹候補の方を探してみる予定がありまして、できればあと7人くらいいてくださると華やかで素敵かしらって思ってますの。可愛くてフリフリのお洋服が似合う、髪は少し癖のある、ちょっと反抗的な目をしていて、でもそこに純真さが覗けるような。どうだった？なんか全然わかんなかった。ああいうの着るお友達いっぱいいるみたい。きーマニアだ、マニアの山盛りだ。自分のこと変な名前で呼んでるんだ。さあさあ、まるちゃんにゆきちゃん、もう始業時間ですのよ。
お話はまた後でにしてくださいね。はーい。制服の下にあんなの着てる人に言われたくないよな。だったんだよ、朝から。私、人前であんな格好できない。海だったらビキニとか着るけど、普通のとこじゃ着れない。マニアってすごいって思っちゃった。あのね、ここのコンビニね、私ん家のすぐそばなの。帰り遅くなった時とか、ちょっとお買い物って時よく使うんだ。でね、ここのレジの人がね、かっこいいし優しそうな感じするから、王子様の予感あるのよね。だからちょっと聞いてきてくれないかな。やだな、分かってないよね。そんなこと聞いたって正直に教えてなんかくれないよ。なんとなく聞いてみるのよ。だからね、ロングヘアで22、3歳のよく来る女の人のことどう思いますって聞いてみるのよ。あ、そうそう、昨日の夜ね、お腹空いたなと思ってプチクロワッサンと 200% ピーチ買った時、いたいた。だからそれで感想を聞いてみるの。その時ね、ドキッとしてたり、ちょっと脈ありかなと思ったら、また調べてみればいいじゃない。あ、そうそう、その人ね、見たらすぐわかると思うよ。だってね、バンドやってるみたいなの。髪脱色してて、左の耳に大きなピアスつけてる。あと、レジ打つ時も大きな指輪いっぱいはめてる。ドクロとかコウモリとか、ちょっと怖いかなと思ったけど、全然そんなことないから。じゃ、頑張って行ってきて。大丈夫大丈夫、すぐわかるから。王子様かどうかちゃんと確かめてきてね。ねえ、どうだった？王子様の感じした？ねえ、私のことを何か言ってた？王子様っぽいこととかは？え？ああ、露出過剰の彼女。あれまずくない？朝とか部屋着で来たりするんだけど、見せたいのとか思ったけど、そういうわけじゃないんでしょ。ちょっと緩いよね。客もさ、変なのとかたまにいるから、平気なのかよとか思うもんな。ねえ、どうだったの？ちゃんと聞いてくれたの？そっか、王子様だって思ったんだけどな。なーに？ありがとう。またお願いするから。
女は感心したような口調で繰り返す。声の響きからすると彼女はその表現が結構気に入ったようだ。僕はうなずく。でもありきたりの基準で判断しないというのが具体的にはまるで理解できなかった。僕は正直に言った。それから僕の肩に手を置く。やピンチョンもおそらく君の意見に賛成するんじゃないかな。もちろんそれには膨大な注釈がつくことを前提としてだけれども、では次回は128ページまで進みます。難解な箇所はないと思いますが、より深い理解のためには目を通しておくことを勧めます。お昼。どうした？どっか行くの？珍しいね。どうしたの？具合悪いとか？連れてけ。お前もさ、どこにでもついて行きたがるな。子供じゃないんだから。そうだよ、たまちゃん、お昼食べよ。じゃあお昼食べよ。うん、食べる。何が？あ、そうだっけ。でもね、マイね、レデー嫌いだから行かないかもしんない。ああ、私たちが言っとくから気にしなくていいよ。大丈夫、タマちゃんざけてるんだよ。ふざけてないね、まあいい、本気だもんね。
丸藤？ああ、丸ね。丸なら公園でサボってるけど。